1, 2, 3, 4. やってみました。これはですね、今のシンプル簡単バージョンでもかなりこうノリが出せるというかね、ダン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 ってこう体中でね、こうパワフルにリズムを刻んでいくとね、かなりあの元気なムード出ると思いますので、やってみてください。今ね、聞いていただいて分かったと思うんですけど、これもね、あのショートカットアレンジバージョンです。主に2番をね、ショートカットバージョンにさせていただいてるんですけど、ちょっとまずはガズレレバージョンで練習していただいて、そっちね、一応全部のね、コンテンツが入ってるんです、今のに。で、慣れてきたら2番、1番のコード進行と一緒ですので、こう書き加えてオリジナルの楽譜とか作って練習して、していただくのもすごくおすすめでございますが、まずはひとまずはね、今のガズレレバージョンでこう基本のところを掴んでいってください。ガズのね、動画には歌詞とコードが出てますから、まずはこれで練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としては、ガズレレの動画と一緒に、なんとか演奏できるようになったというのをゴール設定にしましょう。これでもね、歌はね、簡単だと思っているとですね、侮れないですよ。こう、リズム通りに行くと、リズム結構早いですからね、乗り遅れないように、こう、ちょっとこう、意識して前のめりな感じで行くのは結構面白くもあり、楽しいところでもございます。はい。で、一緒に歌えるようになりましたという方はおめでとうございます。そしたら、どんどん次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して、音楽を演奏、音楽をアウトプットする。これをやってほしいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するっていうのは難しいですからね。最初のうちは楽譜的なものを見て何回もゆっくり出て練習して、体にも落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって大空に向かってですね、恋が走り出して歌いたいと思うんですけどね。はい。でもまず最初はやっぱり楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今のね、ガズの演奏はこのいつもガズのノートに書いてある、あの手書きのこのノートを見て今演奏していったんですね。はい。もうちょっとしたらこんな風に大きくカメラに映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですよね。でもその前に一個紹介させてください。これ
ガズクラブ。このガズクラブっていうのはめちゃくちゃすごいいいサービスなんです。一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の福山雅治さんのハローを含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なストックの、もう世界中のあらゆる音楽ジャンルの曲が、毎月5曲皆さんのお手元にね、お選びいただいてダウンロードできるということです。この憧れの曲やってみたい、これ私にできるかなって感じで選んでいただいて、5曲デジタルデータとして即座にお手元に届きます、ダウンロードできます。はい、これぜひね、めちゃくちゃ便利なサービスで、これもこの楽譜って当然ながら全部ガズレレ YouTube の動画にね、ぴっちりリンクしてますからね、これをご活用していただいてね、もうすぐに練習入っていきましょう。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード5曲だけじゃなくて、はい、いろんなコンテンツをやっています。毎月2回行われている、全世界中から参加があるガズクラブメンバー限定のオンラインライブセッション大会、ガズオン、これ毎月2回めちゃくちゃ盛り上がってます。ぜひ皆さんガズクラブ入っていただいて、楽譜の他にこのライブイベントも盛り上がっていきます。でちょっとこれとは違う流れなんですけど、このガズレレ大学というものも始まっています。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムということで、毎月590円の活動費を頂戴して、毎週2回のライブ配信による講義です。いつもテーマ曲を決めてものすごい深掘りしています。で質問もし放題です、そのチャットでね。はい、こちらもかなり盛り上がってます。このパソコンでこのね、動画見てる方、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、このメンバーになるというところに入っていただくと、そこに参加できるようになっております。そしてこのガズレレ大学はですね、すごい結構深いことをやっていきますんで、始めたばっかりの初心者の方はちょっとね、押し付けないかもしれないんで、ガズレレプログラムで16ビートぐらい練習してる、できるようになったらね、まあ、入ってくれるのがいいかなということでお勧めしております。ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。あとね、ラジオ配信をしてるんですよ、ガズって。毎朝7時半から、スタンド FM というアプリ内で、ガズラジと称して、ガズが毎朝歌といい話をしております。こちらどなたでもただでいつでもどこでも聞けるというものなんで、ぜひ皆さんガズラジ聞いてみてください。さあ、それでは楽譜の方を見ていきましょう。ハロー、福山雅治さんです。見てください、丸1って書いてあるってことは、はい、丸2があります。結構ボリュームありますよ、これ。はい、まずイントロから見ていきましょう。これちょっとね、このブロック数を確認してください。まずここの1234ブロック、1234ブロック後に、F で2ブロック足されてますね。これがちょっとね、キーポイントで。あとこの矢印マークは、これかっこいいバージョンで、ここにシンコペーションを打ってリズムがズコンと前に食い込んでくるよという感じで、弾いていこうと思います。で、これ弾き分けがあってですね、かっこいいバージョンはここは8ビート。ここから8ビートのチャンみたいな感じでやる。これ後で解説していきます。シンプル簡単バージョンはこのまま弾いていきましたと。で、これ A メロですね。コード進行、めちゃシンプル。C と G7 と F ですね。これ嬉しいやつですよ。はい。はい、こんな感じでね、今カメラに映しておくんで、お時間ある方は一時停止して、メモ書きしてですね、ノートとかにゆっくり練習スタートしてください。で、おすすめはさっき紹介させてもらったガズクラブで、このノートのデジタルデータをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴を言ってきますと、見てください。はい。そんなはずはないさって書いてあるんですけど、この前にこの V の字が入ってあったり、この点が書いてあるんですね。これがリズムのガイドになります。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。ん？休符が一回入る。ん？そんなはずはないさ。はい、ここのイの上と歯の上に点があるでしょ。ん？そんなはずはないさ。それは分かって。こんな感じで、この点のところにリズムが来たり、コードをチェンジングするポイントがあるということですね。あとはですね、歌詞カードには出てこない、このね、伸ばすところ。こういうのがめちゃくちゃ参考になるんですよ。このガズレレのノートはいろんなことで参考になるんで、ダウンロードしてガズクラブ入っていただくのもおすすめでございますが、時間ある方はメモっていてください。一時停止でどうぞ。まずは A メロ1番。OK。はい。で、ここ B メロですね。で、ここもちょっとタトタタと書いてあるけど、あ、ここもね、ちょっとコード進行変わってます。下にくるっと囲ってるの、かっこいいバージョンでここ決めとかコード進行変わるよということで、これ後で解説していきますからね。はい。今のは上の段をゆっくりやっていきましたと。はい。なっております。B メロから今度サビに行きます。はい。サビですね。はい。恋が走り、はい。で、ここまあ一応サビのな、継続なんですけど、一応星マークにしておきました。はい。ここもね、すごくいいメロディーで、皆さんね、お耳に馴染みがある、本当に素敵なメロディーでございます。はい。ここにも、こう、ツタタツタタとか、キメがあります。これ、かっこいいバージョンでは、こういうのもやっていきます。はい。で、ここも見てもらうと、シンコペーションも矢印の応酬。これもかっこいいバージョン、かっこいいですよ、ここは。はい、やってみましょう。ここ、伸ばすは伸ばすですね。で、ここ、感想として、この、イントロと同じで、C と G7 と F を、これ、4回繰り返しますね。はい。やったら、今度、本当はここ2番が始まるんですけれども、そこはショートカットバージョンにさせていただいて、ブリッジパートというかですね、ちょっとおとなしくなるサビのところ。はい。これが一応ブリッジパート。こう、胃が走り出したら、これ伸ばすところですね。
これがまたね、伸ばす中だけでもね、世界観が作れるんでいいと思います。こんな感じでいって、またここ、ラストのサビ。誰にも負けたくない、はい、ラストのサビの方に入っていって、で、最後、さっきと同じ星パートのところですね。ここをやって、最後、きっと、君と、というふうにエンディングを使って終わったという。あのね、コードはすごい簡単なんですね。ですごく疾走感満載なんで、結構ボリューム、楽譜はあるんですけど、時間はね、そんなにかからないというか、まあまあ、そんなような、テンポのね、このワンブロックの、ノリがいい曲なんで、そんな感じの仕上がりになっております。さあ出てくるコード見ていきましょう。今日は嬉しいですよ。コード6個なんですけど、入門コードです。言っていきます。 CAmFdmG7Em7。 今映ってるこの6個はガズレレではめちゃくちゃ簡単入門コードでございます。嬉しいやつ。はい、これガズレレ必須コードです。私が皆さんに頭にスイスイ覚えられちゃすごいいい動画撮ってます。ここにリンクがあっております。このリンク先必見でございます。楽しくコード10個覚えていきましょう。今日はそのうち6個が出てくるんで、比較的これ初心者様でも演奏簡単だと思いますが、やっぱり歌ですよね。これ歌はですね、シンプルなロックっぽいんですけど、ちょっとねやっぱり言葉のタイミングとか言葉のねドライブ感とか、これ結構要注目です。特に B メロのですね後半の叶わぬ夢数えてとか2拍3連のリズムが出てきたり、この辺のね結構ツーなところをこう感じながら、リズム感、この疾走感ある曲って結構言葉でもなんか前のめりのリズム感を出すっていうのがね、これがポイントになると思います。しっかり歌確認してね、かっこいいバージョンの方にチャレンジしてみてください。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはなんとコード進行全く同じです。なんだけどワンブロックにコード4つ入ってきたり、キメが入ってきたりとかして、ちょっとねだいぶ様相は変わってくるんですけど、ひとまずコード、新しいコードっていうのはなくて、さっきの6個のコードのままいきます。で今日はやっぱり出てくる、ね、リズムですね。出てくるリズム、今日これです。ほい、8ビートと8ビートのチャ。これは8ビートのチャがメインなんですけど、8ビートはイントロだけでほんのちょっと使ってくるだけですね。あとはシンコペーションとカッティングです。はい、このリズムとしてはすごいシンプルなリズムですけど、これかっこいいバージョンキメが入ってくるんでね、そこが深いところだと思います。今映ってるリズムはここにちょっとリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、そこ のリンク先にこの今映ってる全てのリズムの弾き方解説動画がアップロードされておりますので、じっくり見ておいてください。今日はちなみに8ビートとか8ビートのチャっていうのはガズレレでも一番多く出てくる基本中の基本のね、かっこいいね、こうリズムがこう疾走感満載になるリズムなんで、ぜひこれマスターしてほしいなというふうに思います。8ビートっていうのはこんな感じ。8ビートのチャっていうのはちょっとこのチャッチャッ、この打楽器的要素が加わって、疾走感満載になるパワフルなリズムということでございます。はい、動画でちょっとねやったことない方はやってみてください。奥が深いですよ、こういうリズム。はい、ではそこでリズムを勉強していただいたということで、じゃあここからちょっとね深い解説の方に入っていこうと思います。まず今日このシンコペーションどんどん前に突っ込んでくるのが、まあなかなかいい感じで応酬で入ってきますから、まずイントロから入ってきます。行ってみましょう。最初のイントロの出だしの4ブロックは普通の8ビートです。しかもここ優しめに弾くのがポイント。いきます。こんな感じ。せーの、3、はい。ダン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 ドーンドーン。はい。このド F の前で矢印かけたら、ここでリズムが前にドーンと食い込んだでしょ。ダン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 、ここでドーン。はい。アップでリズムが入る。これがシンコペーションです。で、今日ね、これポイントがあって、今のこれ見てもらうと CG7F。この8ビートのやる、ところで一番 F だけ、ここからもう8ビートのチャが入る勢いを増す感じがいいんですよ。ちょっとイントロ通しでやってみますね。1,2,3,4。ここは優しく弾く。で、次のこの F からチャパーンだ。ここから勢いよく。で、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 メロディー。で、2ブロック。で、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 ここまでがイントロですね。2ブロック F で2つ追加されてますんで、ここはちょっと間を取って、その後に、そんなはずはないさ。 A メロを全部シンコペーションです。そんなはずはないさ。今の分かった？それも分かった。ここはい、こんな感じでシンコペーション、イントロと同じ流れで、このドライブ感満載のシンコペーション入りの8ビートのチャで、これがかっこいいですよね。で、8ビートのチャで、シンコペーションでこのロックっぽい感じでね、疾走感満載のやつでやると何が起こるかっていうとですね、めっちゃ速くなっちゃいがちです。シンコペーションって前にゴーンと食い込んでくるから、それにつられてですね、どん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 自分も前のめりになっちゃってね、前のめり風に聞こえるのはいいけど、本当に前のめりになっちゃってリズムが速くなっちゃうんですよ。そこは十分エンジンブレーキをかけながらやってもらうのがいいと思います。で、A メロをそんな感じで続けていただいて、 A メロの一番最後にキメが入ります。ため息で塗り替えられたからやってみましょう。A メロの一番最後ね、せーの、ため息で塗り替えられた週末の日々。
ね、FFFAm だ。一回 Am を入れる決めです。週末の予定、ここで、今のアップで一回 Am のシンコペーションで、リズムがアップで Am ですね。週末の予定、ここで、はい、ここちょっとね、気持ちがいい決めになるんで、もし余裕出てきたらこの Am 入りのちょっと細かいですけど決め、シンコペーションの決めやってみてください。そしてですね、 B メロなんですけど、 B メロの最後の方で今日一番ちょっとスケールの大きい決め的なものが入ってくるかなと思います。かまかなわぬ夢数えて、 B メロの後半からやってみましょう。せーの、かなわぬ夢数えて、ここですよ。今の眠れない夜っていうところで2拍3連というリズムで、眠れない夜、はい、ダン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 、これかっこいいでしょ。これ歌と合わせると結構簡単だと思います。2拍の中に3連入るということです。眠れないよ、眠れないよが眠れない、これこういうの2拍3連って言うんですけど、ちょっとこう溜めるような感じですね。叶わぬ夢数えて、眠れないよ、今のところカッティングといって、左手見てください。左手で音が止まってます。はい、これね、弦を弾いて左手でこうパッとこう弦触ると音止まるでしょ。これを一瞬にしてやってるんですよね。これをカッティングと言います。これで2拍3連でダッ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 で、 G7 ではチャッタタタタタって書いてあるでしょ。これは最初にチャを弾いて8ビートのタタ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 、よくガズレレではこうやってつなぎのね、おかずっていうのが出てくるんです。これをミックスさせた決めですね。もう一回、かなわぬ夢からゆっくりめで、せーの、かなわぬ夢数えて、ここできますよ。眠ってないよ、タタタタタタタ、恋が入っていきます。ここすごくかっこいいんでね、やってみてください。で、サビの中でもおなじみ、これは聞き覚えがある。恋が走り出し、次ツタタツタタ、これも簡単ですよ。チャオで最初にやって、チャッタかなりね、サビで聞いたことあるんで、これは再現していきましょう。これはね、結構簡単な決めだと思う。チャッパパチャッパパ、君が止まらない、これさっき出てきたツタダダダダダダ、さっきのシャをやってダカダカっていうのコードが変わるパターンですね。途中 F から Em7 に変わっていきます。はい、その後も、また星マークっていうところにやっとこ行くんですけど、この後出てくる君と映画を通過まえるのさというところですね。ここのところでもね、このシンコペーションの応酬なんですよ。この楽譜見てください。すごいやばいでしょこれ。ちょっとここやってますね。ワン、ツー、スリー、フォー。君と映画を通過まえるのさ。きっとです。これ全部シンコペーション。もう一回ゆっくりやると、君と映画を通過まえるのさ。はい、でもこれ言葉と一緒に考えると簡単かも。最初、君と絵で、A で Em7、 笑顔、素で F、ガマ、A、また G7、 ここで、言葉とで一緒にシンコペーションするといいかも。君と笑顔、つかまえるのさ、はい、こうやって考えると簡単かもしれません。はい、ここはちょっと決めっていうか、シンコペーションのね、もう応酬で決めっぽく聞こえちゃうんですけど、はい、やってみてください。そしてですね、そのまま感想を言って、あとはですね、基本的にはもうずっと繰り返しですね。そういう意味ではですね、結構かなりシンプルです。コードも入門コード6個だし、その決めは出てくるは出てくるんですけど、1個のこのシンコペーションのパターンみたいなものを掴んでしまうと、あとリズムキープは問題になりますけどね、今のところ何回か練習してもらって、このタイミングとかこの感覚掴んでもらうとですね、この曲は結構すぐマスターできるというふうに思います。やっぱりでも全体的にこう疾走感というか躍動感というかパワフルな感じがあった方がいいんですけど、早くなりすぎないようにしないとっていうのがやっぱ、キーポイントかなというふうに思いますね。はい、あとはサビのツッタッターツッタッターって気持ちがいいんで、あそこはね、もう何とも言えないドライブ感の中での決めっていうのがあるんでね、そんなところも、気持ち良い演奏をちょっとね、自分で演奏しながら体験していってください。あとはもちろんこの歌詞の持ちずメッセージですね。なんか最初の A メロの始まり方って、なんかいろいろなんか仕事が入ってうまくいかないなみたいなところが始まるっていうのは、なんかこう親近感が持てるなと、いろいろ世界観。あとね、これ福山さんの当時のプロモーションビデオのね、なんかもうやっぱ若いねですよね、かなりね、なんか
あの感じの福山さんのこうイメージを持ってまた演奏するっていうのはまたね、面白い感覚かなというふうに思います。はい。なんでこう、演奏面とこう曲の中身の、それやっぱ2つ合わさるときに弾き語りがすごく輝きが増す時だと思いますんで、はい。これバランスが大事ですよ。やっていきましょう。じゃあ、福山雅治さんの Hello! ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !Do! 1、2、3、4! いやー気持ちがいいというかもうスカッとしますね。なんかこう8ビートのねこうノリノリのね、感じでね、あのなんかこうなんていうのかな、気持ちが良かった、本当突き抜ける感じですね。暑い夏にこの曲なんかこう汗ばみながら演奏するの楽しいと思います。ぜひやってみてください。はい、そしてですね、とうとう発売になりました。はい、こちら、簡単ウクレレソングブックのハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2です。こっちの青い方はかつて出していたソングブックの1と2が1冊になって、このちっちゃいサイズになって200曲入り、こっちのピンクの方は、かつて出していたソングブック3と4が1冊に入って200曲入り、英語サイズというかなりのコンパクトサイズになってます。持ち運びにもいいし、実家とか車の中とか職場とか、あっちに置いとくっていうのの1冊にもおすすめでございます。連れ回してください。いろいろやってます。ガズレシピというアプリがあってですね、その中でも楽譜が、購入できたり見たりとか、インストールは無料ですので、まず入れてみてお試し、楽譜もあるんで見てみてください。そこでもねたくさん楽譜がゲットできますからね、1曲でもセットでもゲットできるようになっていたり、あとねこの水引きとかキャップだとか T シャツとかね、このウクレレストラップとか、こういうグッズもたくさんトレーがあってます。公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとね、ありますね。まずガズレレ公式ホームページに行ってもらって、このバナーをちょっと見つけていただくと、そういうのもあったりとか、あとね、ガズピアノっていうのもやってるんですよ、ガズレレでは。はい。本も出てます。これね、ガズさんが考えたね、宇宙一簡単な、弾き語り専用の鍵盤楽器の弾き方です。これをね、世の中ひっくり返るぐらいの大革命なピアノの弾き方なんですよ。ぜひこのガズピアノの、YouTubeこれ YouTube チャンネルやってるんですよ、ガズピアノ。ぜひ皆さん、本当に簡単ですから、鍵盤楽器が全く弾けないガズさんが思いついた弾き方ですからね、ぜひチェックしてみてください。まあ何はともあれ、このガズレレ公式ホームページを見てもらうとですね、すごくいいと思いますよ。はい、ぜひ見ていってください。それでは皆さん楽しく音楽していこう。バイバイ。